長州さん、試合お疲れ様でした。もう一回、MVP おめでとうございます。俺に？はい、俺に？そうです。ほう、届いてます。大佐も遅れたな。はい。はい、MVP なんて。はい。まあこんな俺にもこういう時があってもいいわな。そうですね、うん、はい、と思うな。さすが、さすがです。テレビやってんのこれ？テレビやってんの？はい、テレビ、テレビです。はい。わあ。まあ俺の試合も見てくれた通りなんだけど、いや、まだまだだぞ。ゴルドーダンも、はい、まだまだだ、うん。まあ、ケスケとかハセに比べたらまだまだだな。うん、それが分かった試合だったと思う。うん、まあ、まだ大差やったんだろう。はい、うん、まあ、正面からガッて、うん、まあ、あれ見た？俺のジャンプ。あ、もう素晴らしかったです。あれ軽くやってるから、はい、あれ軽くやってるから。あれは本気で投げたらあいつ形変わってた。あれは本気で投げたらあいつ形変わってたから。これだけは言っとる。あれ形変わってた。あれ形変わってた。ああ、はい。まあだけど、まあ名古屋大会、まあ良かったんじゃないか。はい。うん。俺の個人的な会見言わせてもらえば良かったんじゃないか。よかったんじゃないか。うん、まあ、あの、藤野会長も喜んでくれてるし、はい、哲会長も喜んでくれてるし、はい、よかったんじゃないか。いや、まあ、だけど、ブルゾーダンにもう一つだけ言うなら、はい、切れさせてからだって言ってるのに、切れさせなかった、そこにあいつの弱さがある。はいはい、うん、そこがあいつの弱さ、うんうん、間違いないです、うん、はい、間違いないです。切れてからだ、俺が本気になるのは切れてからだから。まあ、名古屋大会大成功ということで、はい、MVP も、うん、もらって、まあ、行くか、たけるな。はい。お米持ってんの？お米持ってる？持ってます。よし、じゃあ行くか。はい、よし、こう。またぐなよ。またぐな。またぐなよ。ありがとうございました。ありがとうございました。改めておめでとうございました。ありがとうございました。